はい、こんにちは、海坊主です。今回のライド4なんですけど、紹介するバイクはドゥカティの 1098R です。まあ2008年のバイクみたいですね。はい、じゃあそれではね、早速行ってみましょう。本日もよろしくお願いします。はい、こちらのね1098なんですけど、まあこの前の方がね、あのだいぶ不評に終わった 999R なんですよね。あの縦目二等のバイクなんですけど、まあそこでのね、要は反省点、まあ何って言ったら、そのデザインをね変えすぎてしまって、まあそのデザイン的に人気が出なかったってところで、まあそこを反省したっていうか、まあなんて言うんですかね、その時のまあ経験を踏まえてって言った方がいいかな。うん、でやっぱりその以前からね、その大人気を博した916の流れを伝統としようと、結局デザイン会議かなんかで決まったらしくて、まあこの2007年当時にね、あのまあ早話がこの2007年版の916を作った、まあ要は現代の916を作ったっていうデザインがこの1098のデザインになります。だからね、そのなんとなく916の雰囲気があるかなっていう、そんなバイクに仕上がってますよね、外観のデザインは。でまあモデルチェンジしたことによりフレーム周りは一新されたそうです。でエンジンなんですけど、エンジンの方はね、まあだんだんと熟成されてるそのテスタストレッタっていうね、まあそのモデルのエンジンが、まあ進化したバージョンが乗ってるっていう感じですかね。なので名前の方もテスタストレッタエボリツオーネっていうらしいです。まあじゃあ何が進化したのってところなんですけど、あのシリンダーがね拡張されてるんですよね。通常モデルで104mm ですね。でこちらのねホモロゲモデルの R になると106ミリまでボア径が拡張されてます。まあすごいですよね、2気筒でね 1100cc ですよ。ハーレーじゃねえんだからっていうそんな感じですよね。まあ今となればね、他のメーカーもありますよ、あの KTM とかそういうところでも販売はしてますけど、まあこのね2000年代の当時としてはね、まあ異例の大きさっていう感じだったんじゃないでしょうかね、ハーレー以外はハーレーはねもともとでかいですからね、あんまりエンジン自体も回さないですけど、まあ重さとかね、そういった意味で強度が全然違いますよね。レース用のエンジンと普段乗りのエンジンとじゃね全然違うんで、重さとかそういうのも含めて、だからレース用のエンジンでねそこまでそのピストンをでかくしてね、よく強度的に保てますねってところですよね。まあでもね結構弊害もあったそうです。結構ねそのエンジンの指導性がねやたらめったら悪かったみたいですね。まあ理由としてはね、やっぱりそのピストンの大きさと、あとはねそのテスタストレッタのコンセプトである高圧縮っていうところですよね。まあそこら辺がね響いて、まあ指導性はね悪くなったみたいですね、かなり。まあその1098とか言っときながら、この小物毛モデルはねさらに 100cc 高い 1198cc だったんですよ。でも改定されたレギュレーションでは、まあ4気筒で 1000cc で、で2気筒だと 1100cc までってなってたのに、じゃあなんで小物毛モデルに作ったやつが1198cc だったんだってところなんですけど、そしたらねなんとねレギュレーションがあっという間に書き換わってあの2気筒はね 1200cc までになったそうです。まあその理由としてはね2種類推察されてるみたいですね。まあ一つ目は、まあドゥカティっていうのはね、そのスーパーバイク選手権の方には皆勤賞だったんですよね。 WGP の方はね、その昔ツーストバイクを持ってないから不利っていうことで参戦してなくて、もともとその市販車改造のねスーパーバイクに出続けてたっていう背景がありますからね。まあだからそのドゥカティ側からその2気筒は 1200cc までにしろって言って、まあレギュレーションが書き換わったっていう推察と、もう一つがね、まあもともと 1200cc になるよっていう前提をどこかでね、要は事前にね知っていて、だから最初から 1200cc に作ったよっていう、その2つの説があるらしいです。まあね、まあ、どっちだったかっていうのは真相は闇の中ってことらしいんですけどね。でこちらのね1098なんですけど、999では
その人気がね島で落ちた、まあ、ドゥカティなんですけど、この1098はねそのやっぱり現代に蘇った916だっていうことでね、まあそのセールスが一気に伸びたそうです。だからねそれに合わせて業績も V 字回復したそうですね。でまあこの1098から変わった流れとしては一つあります。っていうのも、まあ、ドゥカティのフラッグシップっていうのはもともとねシングルシートがまあメインだったんですけど、まあ、この1098からはね、まあ、一応あのタンデムシートもついて、まあ、それを隠すシングルシート化するための、まあ、要はカウルですね、それが同梱されるようになったそうです。まあ、現在の中古価格はね70万台ぐらいから、まあ、だいたい150万の間ってところみたいですね。ぶっちゃけね、俺はぶっちゃけこの916よりもこの1098のがねデザイン的には好きかもしれないですね。確かに916っていうのはあの90年代に登場した時は斬新だったのかもしれないんですけど、なんかねどこかやぼったいなっていうところが俺の中では印象としてはあるので、まあちょっとねあのシャープになったこっちのが好みですかね。パニガーレだとちょっとなんかイタリアバイクって感じよりもなんか日本車に近づいちゃったかなってところがあるんですよ。何っていうところなんですけど、要はガチャガチャしてるかなっていう。イタリアバイクはねスラッと美しいのが俺はイタリアバイクっていう印象があるので、まあ勝手な思い込みですけどね。それもだから MV アグスタとか、まあビモータとかそんなイメージありますよね。あ、そうビモータっつったらこのライド4に登場しないんですよね。それはまたすごいことですよね。前作まで登場してたのに。まあいいや。まあだからね、MV アグスタとかビモータとか、まあ昔のドゥカティなんかはこうスラッとしてたじゃないですか。だからね、それがパニガーレになってからね、ちょっとガチャガチャ度合いが増したっていうか、ホンダとヤマハを足して割ったような感じのデザインになってますよね。まあ確かにね、そういうデザインが好きな人がいるのも事実だとは思うんですけどね。俺はやっぱりイタリアバイクにはこうシンプルな美しさを求めたいってところですかね。でまああとはねこのドゥカティ関係なくなりますけど、この前回からねライディングフォーム変えたのを気づいた方いますか？あの今までねあのショルダーアウトっていう姿勢だったんですけど、これがね伝統的スタイル、まあオールドスタイルってやつですね。だから昔ながらのハングオン姿勢っていうか、頭がだから真ん中に残ってますよね。あの昔ながらのあの腰だけ落ちてくスタイルですよね。これがねまたね微妙に操作感とかがね変わるんですよ慣れが必要です。なんとなくねなんとなくあのトラクション性能は上がったかなっていう。どういうことっていうんですけど、まあ要はあの立ち上がりにねラフに上げてもスライド量が減ったかなっていうところはあります。ただその代わりねあのターンのタイミングとかが若干取りづらくなった部分はあります。ずっとねショルダーアウトでやってきたので、まあいいや。まあ以上がね1098、ドゥカティの1098でした。はい、まあ今回はねドゥカティの1098でしたけど、まあちょうどこの時期のね多分ドゥカティっていうのはその2気筒っていうねそのコンセプトが足かせになりだしたかなって頃合いだと思います。まあとは言ってもね、まあこの1098で次のね1198、まあこちらでも1回ずつね SBK ではチャンピオンは取ってるんですけどね。まあそれでねパニガーレは最初2気筒で出しましたけど、まあパニガーレ V4 からはまあ4気筒になりましたよね。まあそこでようやくその2気筒の呪縛から解放されたってところなんでしょう。多分伝統っていうのはねある一種の呪縛でもありますからね、本当に。だから多分 V4 になったところでやっぱりそのなんていうんですかね、伝統を重んじる、まあ要は昔ながらのドゥカティファンっていうのはね、なんで4気筒なんかにしまったんだよと多分異を唱えた方も結構多かったと思います。本当のところどうかわかんないですけどね、そこまで俺も調べてないんで。まあだけどね伝統を壊すっていうことはね、その壊される前の伝統を重んじる人たちからするとね、やっぱりねなんでっていう思いがあったりともすると思うんで。でもねそうしないと新たなねファン層っていうのはねなかなか拡大していかないもんなんですよね。全員が全員そのね伝統に共感できるわけではないので、言い換えれば古臭いってことですからね。
とはいえね、その俺がね、むしろその伝統の方がいいっていう類の人間なんですけどね。そう、まあこのゲームでもよく聞くんですけど、 400cc、 その中型バイクがこのゲームには登場しないって、まあ、嘆く方が多いと思うんですけど、まあ俺もね、実際はやっぱ登場してほしいんですけど、でも 400cc ってぶっちゃけ日本だけですからね。海外で400っていうのはね、そうそうないですから悲しいことに。だから海外の中型っていうとね、7半とか600とかそのぐらいの大きさになるんで、 400cc の市場っていうのはね、ほぼほぼ日本だけだったので、まあだからね、こういう海外のゲームでは登場しなくてもしょうがないかなと。ありますよね。昔はね、ほんと日本のゲーム会社もね、そういうのいろいろ頑張ってたと思うんですけど、今はね、ゲームのセールスがね、そこまであるわけじゃないですから、昔に比べて。なのでね、日本のね、そのソフト会社っていうのがね、今は新規市場としてはね、厳しいですよね。本当に新しく会社を立ち上げてやるっつっても。なので結局ね、ほとんどが輸入ゲームなんですよね、今のところ。パブリッシャー、要は販売元としては日本のメーカーだったりするけど、開発元としてはね、もう海外のメーカーがほとんどですからね、今。だから日本のゲーム会社が作ってるっつったらね、ほとんどアクションゲームかロールプレイングゲームっていう感じですよね。こういうモータースポーツ系とかで言えば、もうグランツーリスモぐらいしかないんじゃないのかなって思いますけど、まあちょっとね後喋りがだいぶ長くなっちゃいましたけど、まあ今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。